最大 11.5 ゲーム差から逆転を許し3連覇を逃したソフトバンクです、はい。まあ、開幕オーダーを見てみますと、ロッテから移籍したデスパイネ、ね、柳田、内川とクリーンアップを組むことになりそうなんですが、森福が抜けた投手陣も相変わらずの層の厚さ、これは言うまでもないこと。新加入といえば我らが達川光雄さんがヘッドコーチに就任したんじゃけ、新たな正捕手育成にも期待がかかるんじゃけというところじゃないでしょうかね、これは。で、ちょっと見てみましょうか、はい、順位予想こちらになります、はい。日本ハム優勝と予想したお二人以外全員13人の解説者の方が優勝と予想、矢沢さん、山本さんも2位ということで、はい、12球団で最も高評価、はい、で、その上キーマン、はい、キーマンこちらになります、うん、結構分かれてるんですよね。分かれてる分かれてる、はい。さあ、そんな中やっぱりチカさん、はい、参りましょう。デスパイネ、うん、まあ、あのデスパイネ獲得して、まあ、一応今のところ5番かなという状況なんですけど、はい、まあ、デスパイネ去年一番打ったのがホークスなんで、そのホークスに来て他のチーム打ってくれなきゃ困るんでそういう部分ではデスパイネがどう機能するかっていうのは非常に大きいところなんですが、うん、あの WBC で結構彼がテンション高くして野球やれたんで、はい、もうあの24時間かけて、福岡に来てその日の試合に出してくれと言って出て、2打席リーチも3打席やって、3打席目にセンター前ヒット打ってるんですよ、はいはい。で、まあ、その自分としての初日と形を作ってチームにやっぱり入り込もうする努力もあるんで、まあ、そのデスパイネが機能することによって、まあ、もう一人上林っていますけども、今年 2017年型ですか、その打線が作れると思うんで、やっぱりデスパイネがキーになるのかなと思いますね。なるほどね。松本さんもデスパイネですね。そうですね、はい、でやはりあの今チカさんが言ったようにね、うん、彼が軸になっていかないとその打線がこう線になっていかないんじゃないかなというふうな感じは受けてます、うん、なるほど。佐々木さんもデスパイネ、まあ、そうですね、まあ、活躍することは間違いないと思うんですよ、うん、でその中で昨年やはりイデオがいなくなってホームラン数が減ったところの2位だったと思うんで、うん、そこをデスパイネが加入することによって、まあ、福岡ドーム狭くなってますから、はい、ホームランも多分30発は打てると思うんですよ、うん、でその中でそうなると前を打つ、まあ、内川柳田もさらに生きると思うんで、うん、まあ、打線の流れは良くなる一方かなと思いますね。なるほど。そんな中監督の名前キーマンに結構挙げてる、はい、でもまた工藤監督、はい、はい、まあ勝てなきゃ監督ってことが言いたいだけですよね。こんだけのメンバーいたらだけです。もうその人が、はい、これだけのメンバー抱えてて、じゃあだから去年1年ちょっと勘違いした発言としてたのは、うん、セ・リーグが弱いって言ってたんですけど、じゃなくてソフトバンクとか西武でも強くて交流戦セ・リーグと当たったらなんか戦えるんじゃないかと思ったぐらい強いんですよ、うん、ソフトバンクに1勝するのってもう命がけでしたもん、チーム一丸でやっても、うん、なるほど、勝てないです普通は。これまあ実感でこもってる、もちろんね、うん、デーブ監督以上のこともあります。工藤監督のねこの名前が出たけども、はい、まあ一昨年優勝してね、でその時はコーチに非常に任せてね、うん、で若手も下から引き上げながら、はい、まあその、まあ、優勝につながった、うん、ところが去年自分一人でやろうとしたよね。うん、まあ、そのために達川を取ったんだけども、はいはい、自分一人でやってたのは裏目に出て、うん、その辺がうまくクリアできればね、うん、それはソフトバンクは上に行くと思うんだけどね。なるほどね。まあ、そこでタオさんがキーマンに達川さんと話しました、最近。しましたよ、あのキャンプの時にね。意見言いなさいよという話でね、はいはいはい、意外と無駄なことは喋るんですけどね、ここ一番のことも喋らないで、そんな中で聞いた話、いや、やっぱり僕も矢田さん言われたようにね、ちょっと工藤監督、ピッチャー出身監督が、うん、細かい守りとか、うん、攻撃面のね、細かいところはちょっと難しいと思ったんですよ、うん、だヘッドコーチ、なんで置かなかったのかなっていうのはね、非常に不思議だったんですけどね、うん、やっとそういう、まあ、普通の形になったと、うん、いうことですね、うん、あとね、これ野村さんね、はい、千賀、はい、これまた WBC で、うん、世界的にも有名になった、昨年も含めていいピッチャーだなとは思ってたんですけどね、うん、はい、WBC を見て、なんか改めてこの千賀の凄さっていうのを感じたし、なんか僕自身すごく興味を持ったんで、ちょっと名前を挙げさせてもらったんですけどね、まあ、このまっすぐのスピン量とお化けフォークって言われる、はい、WBC のボールでも、まあ、コントロールちょっと乱れても見ましたけども、しっかり変化させてたんで、ちょっと興味落ちました僕ね。まだまだ進化しますもんね、まだ伸びしろあると思うんで、はい、さあ、戸松さんに伺いましょう、はい、チームリーダー内川、うん、内川が以前のちょっと力がちょっと取れてきたのかどうか、凡打のなり方とかね、
ちょっと今までのその、うん、いいイメージの内川君のバッティングではないような感じがするので、うん、なるほど、そういう部分ではこのデスパイネが加入してね、大きいのがドーンと打てる外国人が入ってきたんですけれども、その前を打つその内川が止めてしまうようでは、うん、これやっぱりあのデスパイネで打点稼げないんです、うん、なるほど、そういう部分では内川にあの頑張ってもらいたいんですよ。なるほどね、はいはい、宇多田さん、はい、まあ優勝予想当然なんです、高い高い、はい、まあいいピッチャーはいますよね。あと受け手の問題で、で達川さんが入りましたよね。だからそういうので相乗効果で高谷をこう注目してます、うんうんうん、これやっぱり何でしょう今の空気感は微妙じゃないところだよね。なんかね、だから達川さんが入って、うん、そのまあ細川抜けたりとかして、はい、まあ高谷が今年から正捕手じゃない、はい、行くんでしょ、行きますね、うん、だからまあそこら辺でのいいサポートができたなという、うん、まあ工藤監督にもサポートができてるし、うん、まあキャッチャーに対してもできてる、まあそういう意味ではいいように行くんじゃないかなっていうの、はいはい、秋雄さんは柳田の復活、まあ復活じゃないですよね、まあ今年またあの柳田を、そうですね、まあデスパイネが皆さん言われて入ったので、うんうん、あの柳田で切れないってね、うん、なってほしいなと思うんで、うん、もうそれ当然バットは振れるし長打力ある魅力なんですけど、やはりこう打つだけのつなぎのバッティングをねしてくれれば、うん、得点力で上がるんじゃないかなと思うんですよね、はい、なるほどね、はい、あと近さん、はい、ニュースが入ってきました。川崎がどうなるんだと決まったですか。まだ正式に 100% ではないけどもしこれ戻ってくると、はい、いうことになった時の相乗効果含めて影響をちょっとお話しください。相乗効果、うん、明るくなります。明るくなりますよね、はい、まあ、だから川崎がいることで、まあ、川崎自身もバックアッパーになろうとは思ってないと思いますんで、まあ、そういう部分ではあの彼がいることでチームリーダーとしての部分とまあダンスがみんな上手くなってないかなとは思いますけど、ただあの彼自身がそこであの後ろに回ろうなんて気もさらさないんで、やっぱりショートであるのかセカンドであるのかっていえば今となるとセカンドかもしれませんが、まあもうみんな戦々恐々としてるはずだと思いますよ、はい、あの広場さん、はい、この川崎の明るさ現代っ子、まあ、もちろんね、それは暗いより明るい方がいいんだけど、はいはい、まあもうねメンバー決まってるからね、ショートセカンドね、そうか、もう今宮なんかもう絶対外さないもん、もうまあね、うん、そこに入ってきてどうなるのか、そうだからベンチにいてね、まあ明るくしてくれればいいんだろうけど、まあ、本人もそれだけじゃ済まないし矢沢さんね、いやね、やはりソフトバンクっていう球団がね、やはりあの戻れる球団だなという感じがするね、こう5年6年アメリカ行ってる選手がね戻って、人も簡単に戻ってくる、そういう球団の対あのなんていうか雰囲気がある。うん、西武はそういうことないもんね、まあ一応いいけども、まあ、でもね川崎みたいな選手は昭和だったらぶん殴られてるね、昭和あんな、ね、そうあんな踊ったらいいから、ね、今昭和じゃないけど平成ですから、ね、今ああいう選手はいいですよ、明るくね、はい、じゃあ最後にちょっと丸×で伺いたいことが一つありますが、さあ今シーズンのじゃあソフトバンクに不安要素ってのはあるのかないのか、それ聞きたい。不安要素は見当たらないという人は丸、あえて不安要素あるんだよという方は当然罰上がったら言ってもらうことになります。なるほど、はいはいはい、ガンちゃん、はい、なんですか不安要素、不安要素のないチームなんてありますか。ソフトバンクあるの。いやでもやっぱり例えばキーマンがこけたらとか、こけてもいっぱいいるよ。いやでも僕ね、まあこれまた掘り返して申し訳ないんですけど、松田が WBC でどれだけ心の傷を得たものがシーズンに引きずらずにいつものリードオフマンとして機能するかどうかっていうのは僕ポイントだと思ってるんですよ。なるほど、はい、前で言うならそれが、でも松田はもう巨人のハートを持ってる選手だと信じてるんですけど、うん、彼も生身の人間ですから、うん、万が一というただそれだけです。なるほど、はい、はい、人がいいだけに彼は。なるほど、はい、東城様、いやー師匠の森福抜けたのがね、それとキャッチャー細川果たしてやっぱり放出すべきだったのか、うーん、まあそのあたりはちょっと不安なところを持ってます。なるほど、豊さんも、いやまあカンちゃんが言ったように不安はやっぱつきもんだと思うんですよ。だからまあ例えば柳田の肘が、はい、じゃあどうなのかって、はい、投げ出して、はい、とか、まあ、内川とか、うん、まあ、ちょっと年齢的にも、うん、もう過ぎたかなという感じも受けますけど、はいはい、だからそういった面では多少の不安は持ちながら逆にやった方が
いいと思いますけどね。なるほどね、はい、まあまとめていただくならばあえて罰を出したが、近さん、はい、不安なことをもちろん持っとかなきゃいけない。あのちょっと待って、どうぞどうぞ、ちょっとだけ言わせて。どうぞ。俺の不安は、はい、あのやっぱりベンチですよ、うん、やっぱり工藤監督、これはもう立川が入ったにしてもやっぱりどういう采配をするかですよ。他に戦力的には不安がないですよ、うん、やっぱベンチです。問題はベンチワーク。はあ、これ一言ありました。どうぞ。じゃあどうぞ千葉さん。あ、まあ確かにそこは大事だと思うんですよ、うん、ですから立川さんが入ったと思うんですね、まあ、そういう部分ではあの使い方という部分ではサファテ、うん、昨年同点で5回投げて5敗してるんですよ、うん、ということはサファテの使い方、その前の岩崎の使い方、うん、それと、1点差のゲームとかその9回に絶対投げなきゃいけないという部分になってくると、岩崎8回でサファテ9回の勝ち試合とか同点の試合の使い方と、うん、その前の中継ぎ、ここがちょっとしっかりしてないんですよ、うん、五十嵐の状態もちょっと上がってない、森の状態も上がってない、加山は左で森福の代わりをちゃんとできるようなぐらいのところに来たんですが、うん、そこに一番の不安があるんで、そこのベンチワークという部分がやっぱり課題かなというふうに思いました、うん。なるほどね。まあしかし本当にあの何チームもできるようなチームですからね。そうですね、だからこれがどんな戦いを見せるのかはもちろん最大注目の優勝予想最多。さあ続いていきましょう。はい、